東京式アクセント、または、おつしゅアクセント、第二種アクセントとは、日本語のアクセントの一種であり、北海道、東北北西部、関東西部、甲信越、東海、奈良県南部、近畿北西部、中国地方、四国南西部、九州北東部で用いられるアクセントを言う。皇帝アクセントで、音の下がり目の位置を弁別する体系である。標準語。 共通語のアクセントを含む。アクセントには大きく分けて、強弱アクセントと肯定アクセントがあるが、東京式アクセントは肯定アクセントである。肯定といっても、ドレミのような絶対的な音の高さではなく、前の音節よりも高いか低いかという相対的な高さである。東京式アクセントの体系は、語において音の高さの下がり目があるかないか、 あるならば、どこにあるのかが区別され、語ごとに、これが決まっているものである。共通語、東京方言では、一拍目の後に、下がり目がある場合を除き、単独の発音では、卵が、魚がのように、一拍目と二拍目の間に、ピッチの上昇がある。しかし、連文説では、この卵が、この魚がのようになり、必ず後頭で上昇するわけではない。上昇は、 アクセントの特徴ではなく、ひとまとまりに発音した句の最初に現れる特徴で、句音調と呼ぶ。一方、この卵がの、まと、語の間の下がり目は変わらない。この下がり目が、単語に、固有のアクセントであり、記号丸を用いる。卵のアクセントはのように表記し、ピッチの下がり目が二拍目の直後にあることを表す。このような音の下がり目のあるアクセントを、起伏式という。 音が下がる直前の拍をアクセント角という。また、魚のように音の下がり目がないものを平板式といい、アクセント角がないのでのように表す。ところで、このアクセントは助詞がついた形で考える必要がある。つまり、共通語のアクセントでは、花と花はどちらも単独の場合は、花と発音されて区別がないが、助詞をつけて考えると、花が、 花がと発音され区別がある。この例では、花はアクセント角のない平板型であるのに対し、花は二拍目にアクセント角がある型である。起伏式のうち、花のような単語の最後の拍にアクセント角があるものを、だ高型と言い、その後につく助詞が低く発音される。一方、平板型では後に続く助詞のピッチは下がらない。また、 アクセント角が一拍目にあるものは頭高型と呼ばれる。東京式アクセントでは一つの語に下がり目は一箇所しかなく、アクセント角は単語の最初の拍から最後の拍までのどこかに置かれるか、あるいはどこにも置かれないので N 拍語には N プラス1種類のアクセント型がある。一拍名詞は単独ではアクセントの区別がつかないが助詞をつけた場合、型は トガのように女子が高いか名詞と同じ高さで、丸型ではメガのように女子が低くなる。一方、近畿地方、四国地方を中心に分布する京阪式アクセントの体型は、ピッチの下がり目だけでなく、五島が高いか低いかも区別するものである。つまり、五島が高いものは、文中でも五島が高く、五島が低いものは、文中でも低く始まる。 というように語頭の工程は固定されている。例えば、京阪式では、添えると、一語は、文中では、添える、いちごのように発音され、東京式では単独の場合に、添える、いちごとなるものが文中では、添える、いちごのようになるのとは対照的である。このように、東京式アクセントと京阪式アクセントでは、どの語が、どのアクセント型に当てはまるかだけでなく、 アクセントの弁別システムが異なる。東京式アクセントとは、必ずしも、東京と同じアクセントという意味ではなく、地域による多少の違いがあり、内輪東京式、中林東京式、外林東京式の3タイプに分けることができる。東京式アクセントは、京阪式アクセントの分布する近畿、四国を東西から挟むように分布しているが、このうち内輪東京式が近畿、 四国に近い地域に分布し、その外側に中林東京式が、さらに外側に外林東京式が分布している。大まかに言って、内輪式は愛知県西部、岐阜県、奈良県南部、近畿北西部、岡山県に分布し、中林式は関東西部、甲信や中国地方大半、外輪式は新潟県や静岡県西部、愛知県東部、九州北東部に分布する。 また、北海道、東北北部から新潟県北部にかけてや島根県東部には、北大宇式と呼ばれる外輪東京式の編集アクセントが分布しており、この他福岡県筑前などに様々な編集アクセントがある。日本語のアクセント分布以下は、詳しい分布地域。方言のアクセントを比較する上では、平板型や頭高型というような個々のアクセントの型に、 どの語が当てはまるか、特にどの類に属する語が当てはまるかが問題にされる。類とは、平安時代後期の京都のアクセントにより単語を分類したものである。一拍名詞には三つの類があり、二拍名詞は五類、三拍名詞には七類ある。通説では、この平安時代後期の京阪式アクセントが各地で変化を起こして、東京式アクセントが成立したとされる。 各地方でアクセントに変化が起こるとき、同じ語類に属する語は同じ方向に変化したと考えられている。そのため、各語のアクセントは方言によってバラバラに異なるわけではなく、A 方言で A 型に発音されるダイエックス類の語が B 方言ではほとんどが B 型に発音されるというような対応関係が見られる。ただし、各地域で独自にアクセントが変化したために、 例外となった子もある。例えば、誰や、どこは二泊名詞第一類に属すため平板型となる。はずが、東京では頭高型になっている。また、後の時代になってからできた子や、合成語、外来語などは類に入れられず、地方間の対応も不規則である。一泊名詞では、一類は丸型、三類は丸型である。二類は、中輪式、外輪式では、 平板型だが、内和式では、起伏型の地域が広い。二拍名詞では、二類のアクセントに、明確な地域差がある。内和、中林東京式では、二拍名詞の一類は型、二類と三類は型、四類と五類は型である。一方外輪式では、一類と二類が型、三類が型、四類と五類が型であり、二類が平板型である点で、内和、中林式と相違している。 三泊名詞では1.2泊名詞に比べると対応関係に乱れがある。右の表は大まかな傾向を示したものであり、三泊名詞にはかなりの例外がある。なお、五類は肩の地域が広いが、東京、静岡などでは肩になっている。第三類は所属語彙が少なく、諸地域間で規則的に対応していないため省略した。三名詞では 内輪式と中輪式の違いはなく、それに対して外輪式では第二類や第六類のアクセントが異なっている。動詞や形容詞には終止型において起伏式の語と平板式の語があり、第一類に属する語が平板式、第二類に属する語が起伏式である。起伏式の場合、多くの地域で終止型は型となる。動詞や 形容詞が活用したり、助動詞などがついたりした、アクセントは、終止形のアクセントとはまた別である。三拍一段同士の二類は、かけるに対して、かけたであり、三拍形容詞の二類も、白いに対して、白く、白王となる地域が多い。一拍名詞二類の語彙は、中輪式、外輪式では丸型であるが、内は東京式の地域の多くでは丸型である。一方内輪式でも、 兵庫県田島や四国南西部は一泊名詞二類は丸型である。また、動詞に手たのつく形では内輪式と中輪式の間で違いがある。動詞の引くった形は二泊五段の一類。二泊一段の二類は中輪式では見た出ただがない輪式では平板型である。三泊一段動詞一類は内和式では上げたまたは 挙げたである。これらの違いは、東京式アクセントが成立した時の音節構造や、中林式では、類推により活用系アクセントの変化が起きたことが原因と見られる。また、内和式の地域の大半で、動詞、形容詞の一類を平板式に、二類を起伏式にするという区別が曖昧になる傾向がある。形容詞では、愛知県名古屋市とその周辺、岐阜県、 兵庫県田島、岡山県南部、広島県福山市で型の区別を失いすべて赤いのような起伏式に統合されている。また、名古屋市や岐阜市などでは3.4拍一段同士についても区別を失ってあげるのような起伏式に統合されている。外輪東京式では2拍名詞の2類が平板型、3拍名詞の2類が平板型、6類が 頭高型である点で、うちは中林式と異なる。三白名詞の三類は、所属語彙が少なく対応が不規則だが、うちは中林式の素型が型と推定されるのに対し、外林式では型である。このことは、通時的に大きな意味があり、外林式が他の東京式よりも早い時代に、京半式から分岐したことを意味する。 アクセントの方が、母音が広いものか狭いものかによる制限を受ける地域がある。外林東京式が、この制限により変化したものが、北海道方言と、北大方言と出雲方言に分布し、中林東京式が、この制限で変化したものが、千葉県の中部にあり、福岡県筑前でも、この制限を受ける。例えば、新潟県下越、山形県庄内、西条地方、 秋田県、岩手県の一部、青森県津軽地方では、二拍名詞の第四類、第五類のうち、二拍目の母音が狭いものは肩の、ままだが、二拍目の母音が広いものは肩になり、第三類と同じになる。出雲方言も北大宇のものに近いが、二拍目が共謀院の場合は、鳥、鳥がのように助手付きの時に共謀員の低下現象が起こる。型の二拍名詞三類でも、 足、足がのように女子付きでは、高い部分が女子へ移る。4.5類で2拍目が共母院の場合は、秋が型の場合と、松が型の場合に分かれるが、出雲市級、大社町など一部地域の主に明治から、昭和初期生まれでは4類と5類の区別が見られ、4類は3類と同様の、松がまた、5類は、秋が型の傾向がある。一般的に4類と5類の区別は、 京阪式アクセントで見られるもので、東京式アクセント地域では珍しい。型の種類の少ない東京式として挙げられている地域では、他の東京式の地域よりもアクセントの型の数が少なく、いずれも2泊名詞の型が2種類しかない。このうち、岩手県南部、宮城県北部のアクセントは、一泊名詞は、第1類、第2類が丸型、第三類が丸型で、チューリン、 外輪式と同じだが、二拍名詞は、第一類、第二類が型、第三類、第四類、第五類が型であり、型がない。また、三拍名詞は型、型、型の三種類で型がない。福島県南合津郡と静岡県新居のアクセントもこれとほぼ同じものである。一方、静岡県川根本町水川、上町尾では、といった小高型がなく、二拍名詞は、 1> 第1類、第2類が型、第3類、第4類、第5類が型である。福岡県筑前のアクセントでは、2拍、名詞は型と型の2種類で、平板型がなく、域大部分のアクセントも、筑前のものに近い。津島大部分では、1.24.5類及び3類の、うち2拍目に強母院を持つものが型で、第3類のうち2拍目に広母院を持つ、ものだけ型である。 また、福岡県筑前は、動詞、形容詞も平板型がなく、起伏式に統合されている。このほか静岡県中部、西部では、三泊一段動詞二類が起きるのように型である。これは、静岡で三泊名詞五類がの変化を起こしたのが契機となって、もともと型だった連用型に類推した結果である。さらに、浜松市付近では、 三泊形容詞二類も白いのように型になっている。共通語を含む東京式アクセントの地域の大半では、風がのように頭高型を除いて、この二拍目は一拍目より高くなる。一方、北大羽方言の地域や鳥取県東部、中部では、妹がのようにアクセント角のみ一泊が高く、 それ以外は低く発音される。これを卓立町、または一泊卓立町と言い,い、広島県西部にもこの傾向がある。また北大方言では、平板型の語は、音の上昇がなく、すべて低く平らに言う傾向が強く、だ高型の語とは助詞をつけずに区別することができる。また、名古屋市や岐阜市などでは、三泊以上の語で、友達のように上がり目が後にずれた発音がある。 兵庫県の田島南部、広島県の福山市、尾道市などでは平板型で桜が小高型で頭がのように高い白から始まる無上昇の温調がある。また、ほとんどの地域でピッチが下がった後に一五内で再び上がることはない。しかし、鳥取県鳥取市生誕、百合浜町付近や高知県旧中村市など全国各地に三泊以上の分節で、 風が、男が、友達が、湖がのように、分節の一泊目が高くなり一旦下降した後、再び上昇するような温調を持つ地域がある。これを、重機副町、または連動卓立町、発泊卓,卓立町という、東北北部のアクセントは、型の区別が上がり目の位置で決まるアクセントである。上り角によるアクセント体系は、青森県の青森市や弘前市、 岩手県雫石町から報告されており、北を追方言全体を上り書くアクセントとする場合もある。従来から東京式アクセントに含まれているが、下がり目を弁別しているのではなく、上がり目を弁別している点で、他の東京式アクセントとは異なる。日本語のアクセントの歴史については、長く都であった京都のアクセントの記録が多く残り、そのうち最も古い記録の一つに、 平安時代後期に書かれた類寿名義書がある。これに記された京都のアクセントは二拍名詞において5種類の型を区別しており、各5類のアクセントは1類が高高、2類が皇帝、3類が帝帝、4類が帝高、5類が帝高であったとみられる。その後、室町時代の京都のアクセントでは2類と3類の区別がなくなり統合するなど、 鎌倉時代までのアクセントから変化しており、その後も変化を続けて、現在に至っている。東京式アクセントを記録した過去の資料は極端に少ないが、伊勢定常の安在随筆。これが、小高型を指すのか、平板型を指すのかは不明だが、小高型だとすれば、現代の東京と同じということになる。また、さらに古く、室町時代には、コンパルゼン大鳥が、 もうただし七章で、犬の二拍目を高く言うのが、坂東、チクシナマリだと述べている。東京式アクセントと京阪式アクセントの間には、各語類ごとに、ほぼ規則的な対応関係がある。例えば、ガツ、花などの二拍名詞第三類は、東京式アクセントでは型、京阪式アクセントでは後期式の型である。また、雨、春などの二拍名詞第五類は、 東京式アクセントでは型、京阪式アクセントでは定期式の型である。このようなことから類寿命二章に記されたようなアクセントが日本各地のアクセントの素体系で、これが様々に変化して東京式や現代の京阪式に形式などの違いを生んだとする説が有力である。京阪式から東京式への変化は起こりやすい変化で東日本や中国地方といった 離れた地域で独自に同じ方向へ変化したとされる。また、看護にも東京式と京阪式の間ではごと同じような対応関係があることから、両者の分岐時期は平安時代以降とみられる。一方で、山口幸宏は中央の京阪式アクセントと地方の無アクセントの接触によって東京式アクセントが生まれたとする説を提唱した。また山口は関東西部から 中部地方東部にかけての中林東京式の分布を徳川武士団の西三河から江戸への移住によるものとしている。この点は異論もある。花より花の方が二拍目が相対的に高くなるとも言われる。大半の地域で第一類、第二類、第三類が統合して型になっており、第四類、第五類が型である。福岡市の博多地区やカスヤでは第一類、 第二類のうち、第二音節が共母院を持つものは型で第四類、第五類に合流し、第一類、第二類のうち、第二音節が共母院のものと、第三類が型。飯出木市、日野介住、佐藤良一編、講座方言学級九州地方の方言国書、観光会、P71P72。東京、前橋、川越、平塚、甲府、静岡、岡山。 山口。広島は、これらと同様の場合と、一類が、庭がの場合となる。名古屋も、東京などと同様の場合と、一類が、庭がの場合となる。高年層は、雨、笑顔保つ。ありがとうございます。